パラマリーボ市街歴史地。パラマリーボには中南米に多く残るスペインポルトガルの旧植民都市と違い、例外的にオランダの様式とクリオーリョの様式が融合した独特の都市景観が残されている。木造の家屋が中心の建造物群は過去の大化で深刻な被害を受けたが、修復や再建にあたっても伝統的な様式を守ることに注意が払われてきた。 スリナムでは中央スリナム自然保護区に次いで2件目の世界遺産であり、2002年に文化遺産として最初の登録を果たした。スリナムの植民地化は1499年のスペイン人アロンソデ・オヘダと不安でラコサによるワイルドコースト発見に遡るが、植民地化をめぐって本格的に争ったのはイギリスとオランダであった。 パラマリボらしきなは1614年にオランダ人が先住民の存落であるパルマルボ内しパルムルボの近くに交易拠点を築いたという形で記録されているが、現在のパラマリボはブレダ条約でスリナムがオランダ領と決まった1667年に始まった。その年にオランダ人はパラマリボにゼーランディア要塞を築いた。この要塞は イギリス人が築いたスリナム川砂岩の簡易な要塞を再建したものである。その周辺に町が形成されたが、当初は都市計画がなく、雑然とした町並みに過ぎなかったという。要塞と周辺の町がほぼ同時に建設されるのは、オランダの植民都市のパターンの一つで、類例にはエルミナ、ゼーランディアなどがあった。スリナムは当初、要塞の名前にあるように、 ゼーラント州が支配権を持っていたが、1682年に権益がオランダ西インド会社に売却され、アムステルダム市とコーネリスエールセンファンソメルスダイクも出資する形で合名会社スリナム特殊法人が設立された。ソメルスダイクは初代総督としてパラマリボに都市計画を持ち込み、1683年から整然とした町が形成されていった。 パラマリボに導入されていく、宅地割りなどには、防番の都市計画の間接的な影響が指摘されている。それ以降、18世紀半ばまでは、ゼーランディア要塞の西側に地域が拡大していった。合わせて、ゼーランディア要塞の補強のために、ニーアムステルダム要塞の建設も行われた。ゼーランディア要塞周辺の建物は、貝殻層の上に建てられたが、 小宅地からの流木で形成された地盤のために、排水目的の運河も整えられた。主要な街路は、運河と平行になるように設計され、中心部に設定された広場に面して、視聴者を兼ねた改革派の境界道も建てられた。当時はスリナムでのサトウ木ビ栽培のプランテーション開発が進められていた時期であり、地域の拡大の主たる目的は、都市機能の整備にあった。 この時期の街並みは、コロニアル様式に典型的な格子状の街路を基調とするものであり、住居は主に木造であった。地元で調達可能な資材で住居を建てるという点では、ハリブ海にオランダが築いた拠点都市のウィレムスタットの歴史地区と同じだが、乾燥した熱帯のウィレムスタットがサンゴ岩を使ったのに対し、水に恵まれたパラマリボは木を使うという違いが生まれた。 その形式のうち、少なくとも屋根やファサードの様式は、北欧に見られる木造倉庫と共通するものがあるが、熱帯における強い日差しへの対応として、切り妻屋根を前に突き出し、それを支えるベランダを発達させるというアレンジが施されている。独立広場周辺には、総督官邸、成長などの建物が整備されていった。こうした政治権力を誇示する、 建造物群が集まる開放的な空間の存在は広い地域を支配するにあたり放置の象徴として植民地住民にその権威を可視的に示す必要性から要請されたものだという。それは同じ中南米のオランダ植民都市でもキュラソー島の拠点に過ぎなかったウィレムスタットの歴史地区には見られなかったものであり植民都市の特色が島から大陸で変化したことを示している。 18世紀後半以降、プランテーションの衰退によって農園からパラマリボへと流入する人口が増え、それによる住居の増加がさらなる地域の拡大を促した。18世紀半ばには西方向への拡大に対し45度で交わる格子状の街路が建設されていたが、人口増加によってゼーランディア要塞の北や従来の地域の南などへの拡大が進んだ。 この頃までに形成された建物の多くは1821年と1832年の大化で失われたが、街路の区画割りのほとんどは18世紀までに建設されたものが維持されている。19世紀後半には公式な奴隷制廃止以降に黒人が多く流入し、今なお最大の人口集団を形成している。スリナムでは衰退しつつあったとはいえ残っていたプランテーションの 維持のため、インド人などの契約労働者を多く受け入れた経緯があるため、パラマリボの新興住宅地には、ヒンドゥー教徒の印として旗竿などを掲げる家が多くある。この点、ウィレムスタットでユダヤ人の影響の大きさが顕著だったことと対比し、二つの植民都市の基本的な役割の違いが投影されているとも指摘されている。 ゼーランディア要塞は1667年に建設されたパラマリボサイコの建築物である。その平面図は五角形で、それぞれの頂点に両方が築かれた。世界遺産推薦時にゼーランディア要塞地区として示された範囲には、旧館舎四棟、旧軍事刑務所、旧倉庫跡、旧衛兵所などが含まれていた。旧館舎はいずれも平屋内市二階建てで、 レンガ作りの一棟を除けば、残りはすべて木造である。旧軍事刑務所は1996年まで実際に使用されていた建物で、レンガ作りの平屋建てである。旧倉庫は19世紀の大火で被災した廃墟で、それ以前には食料庫などとして利用されていた。大統領官邸は1730年に建てられ一階だけ、石造で上層階は木造である。 独立広場の北面に位置し、かつては総督府となっていたコロニアル様式の建物である。1787年から1788年にかけて中老が付け加えられ、イオニア式の付け柱で区切られている。また、かつての厨房や馬車置き場も残っている。財務省は1836年から1841年にかけて地元の建築家保育徒が建て、当時は 成長として用いられていた。高さ34.5メートルのレンガ作りで時計塔と古典主義的なポルチコを備えている。改革派の教会堂は独立広場に次いで古い教会広場に建てられており、17世紀当時にはそこが政治の中心地だった。現在残る教会堂は1837年に完成した建物で、 新古典主義様式のレンガ作りになっている。聖ペトロパウロ大聖堂は1885年に完成したローマカトリックの大聖堂でネオゴシック様式を採用した木造建築物である。ファサードに2つの戦闘を備え、内部には天井の高い振動と2つの側廊が存在している。外壁は黄色を主体に彩色されているが内装に使われている。 ヒマラヤ杉は再色されていない。ウアーテルカンとは歴史的な建造物群が残る地区で世界遺産の推薦書ではそれらの建造物群の中でもコーナーハウスとデワーグが特筆されていた。それらは共に1821年の大火の後に最初に再建された建造物群であり、コーナーハウスはイオニア式のポルチコなどを備えた木造建築でデワーグは 元々と農産物の計量に使われていたレンガ作りの建物である。スリナム当局が最初に推薦したのは1998年のことだったが、1999年に審議された時には管理計画の不備などから登録延期と判断された。2001年に再推薦された時には、新しい建物を建てる時にも許可が必要になるなど、管理計画も整えられた。 世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議はその管理計画を踏まえた上でパラマリーボがすでに世界遺産に登録されていたスペインの影響の強いコロニアル様式と異なることや同じくオランダ植民都市であったウィレムスタットと比較しても状況や発展の仕方の違いなどが顕著であることも認めて登録を勧告し実際に2002年の第26回世界 遺産委員会で登録が決議された。世界遺産としての正式登録名は、ヒストリック・インナーシティ・オブ・パラマリボ、センター・ビル・イーストリックでパラマリボである。日本語では、以下のように、訳し方に、若干の揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。スリナム当局は、基準の適用も求めていたが、 アイコモスの韓国の時点で除外されていた、ネベシャロム、ありがとうございます。